お前たちはグレゴリオに守られていたのだよ。全くの偽善、ヘドが出る。さあ、もうユリカゴは必要ないだろう。共に進化の階段を登ろうではないか。そのためにさらに多くの命を犠牲にするつもりかよ。そんなこと許されるはずがない。進化の速度についてこれない劣等に生きている価値などない。ザレ事を必ず止めてみせる。今を必死に生きている皆の努力を、継承者たちの覚悟、無駄にはしない。くだらない意志もろとも灰にしてくれるわ。見せてやろう、種の進化というものを。避けられるかな。Oh, no.
赤い霧の状況を見る限り、シルバーは暴走間際の昇降状態にあると考えて間違いないだろう。でもおそらくは時間の問題。暴走を止める方法はないの？分かっているの。確かにあなたならシルバの侵害を受け継ぐことができるかもしれない。でもそれはつまりシルバの意志を継ぐということでもあるの。世界を維持するためには赤い霧が必要だ。永遠とも言える時間をあの玉座で過ごすことになるだろう。お前にその覚悟があるのか？あなたは一人じゃない。私にできることなんて何もないかもしれないけど、それでもきっと一緒に歩いていくことはできる。その重たそうな荷物、俺にも背負わせてくれよ。共に戦おう。